昨日発売の漫画雑誌に掲載された美味しん坊の関連でまた書いたんですけれども、あの内容の方で、災害廃棄物の公益処理を受ける大阪で商店街の近くに住む住民に放射線だけの影響とは断定できないが、鼻血や目、喉や皮膚などの不快な症状を訴える人が約800人いたとか、福島を優先して人が住めるようにするなんてできないと思うなどの描写がありました。災害廃棄物の処理と除染を進める環境としてこの描写に対するご紹介をまずお願いください。今朝たまたまワイドショーを見ておりましたら、まあ、橋本市長が出てきまして、非常に因果関係も全くないようなことをけしからんというような趣旨でご発言をされておりましたが、これは前回も申し述べさせていただいたんでございますが、個別の漫画のことにつきまして、まあ、逐一環境大臣がですね、論評するということは差し控えさせていただきたいと思っております。環境省としてはホームページを使わせていただきまして、女性や健康に関する正しい情報をですね、しっかりと発信するということに尽きるのではないかと思っております。福島県ですとか大阪府の大阪市が内容について抗議文を出版社に対して通知しました。一方でその原作者は自身のブログの中で、取材で救い取った真実をありのままに書くことがどうして批判されなければ、されなければいけないのかわからないなどと述べています。この件に関しては代表者の紹介はどうでしょうか。科学的な因果関係について放射線の専門の医療機関の方から私もこの点につきましては去年の段階でかなりお話を伺っておりますし、そういう中でそういうような因果関係はないというお話を聞かせていただき、またそれが医学界の通説として定着している中で、なぜこのようなことが起こるのか、福島県民の皆様方の思いを思いますとですね、大変遺憾なことなんではないかと言わざるを得ないんじゃないかと思っております。大臣、先週の会見でちょっと発言されたことについてちょっと事実関係を確認したいんですけれども、ですね、風評被害を起こすことはあってはならないとかですね、何を訴えようとしているのか全く理解できないというようにですね、先週のそのおいしん坊の関連なんですけれども、前双葉町長の井戸川さんに昨日取材したんですけれども、その中でですね、石原大臣のこの発言について鼻血をはじめ体の不調が出ていることは紛れもない事実ですというふうにコメントしてまして、で、双葉町長は、前双葉町長はですね、個人の人権の侵害に当たるというようなコメントもされております。この件について大臣に申し入れる可能性もあるというようなこともおっしゃってますが、まずはこの件についてちょっとご見解をお聞きしたいと思います。放射線に関する有識者の方々、特に福島医大の皆様方が大変この問題、事案の発生、311以来取り組まれておりまして、その先生方のお話も聞かせていただいた、その私の意見ではなくて医学界としての専門家、特に福島の皆様方の健康をしっかりと守っていこうという方々のお話として紹介をさせていただいたことでございます。個別の漫画等々についての何がどうしたというようなことの論評をすることは内閣として官房長官も申しておりますとおり、行うつもりはございませんし、また新たな事案が発生いたしましたら、その時その事案に対しての考えを申し述べさせていただきたいと考えております。自民党がですね、野党だった2012年にですね、国会の予算委員会などで、山谷絵理子議員ですとか熊谷豊議員がですとか、今その現職である森雅子大臣ですとかがですね、国会の方で福島や宮城県の健康調査についてですね、鼻血が出ているとの住民の声を聞いているということでですね、民主党政権、当時のですね、民主党政権の対応を問いただすような質問もしておりました。このことを考えるとですね、ちょっと鼻血の描写に関する風評被害に対して大臣の認識とちょっと認識が変わったのかなと思うんですけれど、この食い違いというのはどういうことなのか、ちょっとご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。認識は私は変わっておりません。その今ご指名をされた方々が何と発言されたかということは私現在持っておりませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。放射性物質対策に関する不安の声についての中で、
放射性被曝が原因で耳に鼻血が多発しているとは考えられませんという記載があります。これはですね、まず1点、多発していると考えられないというのは多発していないという断言するのとは違うと思うんですが、この辺についてのまず見解を一つお願いできますか。それからもう1点、この多発の事実を要するにですね、把握してないようにもこの文章から思えるのですが、実際に多発しているかどうかというのを調査する考えというのはございますでしょうか。これは放射線の因果関係とは別にして、そういった体調不良とは事実出ているかどうかというのを確認する考えというのはございますでしょうか。先ほども申しました通り、私の意見という話を申しているのではなくて、専門家の方々、この問題に従事をされてきた医療関係の方々の話を私は、ご紹介させていただいておりますので、当方のドクターであります環境保健部の方からお話をさせていただければと思います。どうぞ。今回のですね、見解についてはですね、鼻血のですね、多発が考えにくいということでしておりますけれども、これについてはですね、従来のアンスケア国連科学委員会のですね、見解でのですね、確定的影響、鼻血の確定的影響は認められていないというですね、見解とですね、また従来の被曝といった症状が出る線量というのは数百ミリグレーとかですね、そういったレベルの被曝によって生じるもので、今回の福島県民の県民健康管理調査でこのような被曝をした方々は認められてございませんので、そういったことからですね、鼻血の多発は考えにくいというふうにしているところでございます。福島県立医大とかですね、福島県内の医療機関の先生、医師の皆様が先生方とかにですね、お話を聞いている中ではですね、特段のそういった鼻血が多発している、特に放射線の障害による障害が疑われるような鼻血が多発しているというのは話は聞いておりませんので、現時点で特にそういったことは考えておりません。